逆じゃない、いつも逆だ。あ、逆だ逆だ。あ、ぷいっていたします。はいと、はいはい、ということで今日は久々にね、ちょっと動画を撮ろうと思います。よろしくお願いします。久々ですね。久々。痩せましたね、だいぶ。痩せた。うん、もう毎日ダンスしてますからね。ちょっと最近サボり気味。サボり気味な。あとから聞いたけどさダンスの取りだめをしてる意味ないからそれってことでですね、ちょうど昨日くらいですね、スタバの新作が発表されました。しかもですね、前回スタバ10杯あんまり好きじゃないレアチーズケーキレモンみたいな感じのバラクションだったんですけど、今回大好きなピーチの新作出ました。うわ、もうさっぱり。うわ、もう絶対好きじゃん。絶対好き。裏切っちゃった。絶対好き。なんでちょっとね、10杯買ってまいったんですけど、帰りに1杯飲み干しちゃった。うわ、9杯美味しかったんだね。で、いつも思うのが、こう買ってくる最中に溶けてあんまり美味しくなくなるって思って、で、しかもね、いろいろ学んでるんですよ、スタバの大飲み。まずシロップ追加してきました。5個が普通ので、5個がホワイトモカシロップ入ってます。なので全部同じじゃん。お父さん忙しいのごめん。いや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 、一杯飲んだんでもうなんとなく味は分かってるんですけど、さっぱり飲みやすいです。こんなに濃厚な味そうなのに。それ何、ホワイトモカ W っていうのが入ってるのがホワイトモカ WM って書いてあるの。あ、じゃあホワイトモカだ。いただきましょう。いただきます。いただきます。おいしい。さっぱりなのね。普通のがこれ、うん、普通の飲んでるやつ。ホワイトモカがちょっと濃厚にしてる。その可能性あるね。こっちめっちゃさっぱりしてる。めっちゃ夏感じてんね。うん。何どうした、汗ばんでね。暑い。そんな汗ばんでたんだよ。やっぱりこの全部同じだとつまんないっていうので、半分こうシロップ追加させたりだとか、持ってくる最中にやっぱり美味しさがちょっと半減するんですよ、氷が溶けてて。なんで1杯目はもう帰りながらシューって飲んで。あ、それ動画撮ってたんだ。撮ってない。もう動画外で1杯で飲んで。ホワイトモカならちょっと好きかも。うん。あ、そんな辛いんだね。濃厚になるかな。若干さっぱり度が強いから。うん、なんか好きな追加シロップとか、なんかバレンシアシロップとかいろいろあるけど、バレンシアかな。知らないじゃん。知らないじゃん。アスナクボーイ、アスナクボーイ、わからん。動画撮るのマジ久々だね。久々だね。1ヶ月近いよね。で、今日めっちゃ新しいこと言う。 B モンスターしてる。B モンスターっていう新時代のジム。ジムが真っ暗でサウンドバッグ置いてあって EDM が流れたって。何それ、え、知らない。めっちゃ面白そうじゃん。クラブみたいな。あ、そうそうそう、人の顔分かんない、誰か分かんない、それくらい暗い。そんな暗いんだ。で、一人だけ先生がいて、その人がなんかもうパリピみたいな DJ みたいな感じなので、いきましょう、スリー、ツー、ワン、レッツゴーみたいな感じで、いよいよ俺、ちょっとアップ、ジャンプ、アップ、ジャンプみたいな、すごいだよ。それに合わせてこうやるみたいな。いや、すごいね。何そのジム、いくらすんの。月に30回行けるコースで1万5000円かな。30回も行けないんだよ。今日行ってきたんだけど、まず体験入会みたいなのがみんなするんだって。体験で1回やってみて、それでよかったら入るみたいな流れしたんするんだけど、うん、俺一発で入っちゃって、ネットで入りますって言ってこうやって入ったから、なかなかレアらしいの、そのケース。体験しないで入るコースって、うん、で、しかもいきなり上級者のプログラムをやったから、俺めっちゃハードで。びっくりした。開始5分で気持ち悪くなった。45分あるじゃん。5分で気持ち悪くなった。40分もあるんだ。うん、もう座り込んで俺。もうみんな、ファイジャンファイジャンみたいにやってんのに、俺一人も。でも汗の量やばい。結構いい運動にはなった。いい運動。あんな運動してプラマイじゃない、これで。朝からやった。うん、朝6時に。マジ?6 時コースがもう全然寄っとるなんて、朝しか空いてない。7割女性。うん。いや、いいよ。面白いよ。行ってきてほしい。入る一緒に。だって朝の9時起きれないもん。お金俺出すから。でもなんか迷うな。朝起きれるかな。ツアー中でしょ今。うん。ツアー中じゃなければ行きたい。今日北海道。北海道行く。なのにこんな朝から、すごいよ、朝からハードよ。朝 B モンスターでジムでもうバテて、その後サバ飲んで。追い込みすぎじゃない、極限まで追い込み。何してんだよ。もうこれからまた撮影するんじゃ。カメションティーやばいな、もう一杯。ああ飲んでるそれ。飲んでるの。いい、胸揉むな。いや、乳めっちゃあんな。普通に探して一回。いや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 、父めっちゃあんじゃん。
女だったら F カップだった。ねえよ、ねえよ。うわ、ファイブピーウォって言いがちだから、もういっぱいウォンウォウォンウォウォンウォ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 飲み足りないも、乗り足りないも、飲み飲み足りない、おっぱいもういっぱい、はい、おっぱいおっぱい、もういい。さあ時間が迫っております。あと4、あと4分。アリ本当に多いからね、この家は。さっきびっくりしたよね、アリの大群いて30匹くらい。外から来てるんじゃないかな。なんか俺もうね、このアリマンシのこうやって、こうやってたらここにアリ来て、そのままスルーしたからね。で、家の外出て、外でなんかツアーの練習のためにバッグにクリアファイル入ってるの、そのなんかセトリとか入ってる、セトリ確認しようと思って開いたらアリいたからね。あの、ミヤのライブ行って物とか出してたら、物を出してたのにアリいたからね。タクマはだって高校の頃デカめのアリを踊り食いしたからね。俺もうずっと言うけど、ずっと言うけど、100円で100円やるよっつって踊り食いして、そうで100円で安いもんよね。なんか進撃の巨人みたいで嫌だったってやつ。はい、ということでですね、タクマが、いなくなっちゃってからまた僕食べたいと思います。うん、本当にこの企画は大変ですけども、ツアーで北海道行く前にこれを全部飲み切ってやりたいと思います。これがスタバの独自のあのシャーベット感っていうのも一切なくなりましたね。うん、あれ待って、もしかして嵐からメール来たかもしれない。こっちの予定は開けられそうだし、二宮も大丈夫そうだからお店を予約しようと思うんだけど、そっちは大丈夫そう。あれ、これ嵐のメンバーかなんかと間違えてる俺のこと。うん、完食です。これで何杯飲んだか、1、2、3、4、5だから、これで5杯飲み終わりました。俺が3でタグマが2ですね。まあまあまあ頑張っていきます。キャプテンアメリカの盾もあるし、これで何でも乗り切れんだ。頑張ろう。よっしゃあ。ちなみにこのフラペチーノ、ピーチフラペチーノ5個と、あとホワイトモカシロップのピーチフラペチーノ5杯、これ合わせて6800円っていう、もう異例の高さです。そう考えると本当にスタバの1万客って頑張ったんだなって思う。今気づいた、ここを捻挫みたいのしてる俺。今日のビーモンスターでこうやって頑張って多分これやったからだ。めっちゃ痛い。俺だってもう限界こうやってコップパンチしてたもん。ジャンプストレート、ジャンプストレートみたいな限界こうしてたからね。いった。いやー、ほんとハードだったな今日。きっちりきっちりよ。はい、完成しました。残り4杯きっちり。いやー、まあ確かに 前の時のフラペチーノよく飲みやすいものの、やっぱクリームが重いね。一旦休憩しましょう。こんにちは、ということで、あれから少し時間が経ってね、ちょっとトイレに行って出すものを出したんで、ちょっとまた飲みに行きたいと思います。そしてですね、時間が経ってですね、ちょっとクーラーを消してたんですね。まあ生ものじゃないしいいだろうということでクーラーを消してたんですけども、まあだいぶね、やっぱりこう冷たい飲み物なので、結露がすごい出てますね。ちょっと見てみてください。じゃん、分からないかなこれ、ちょっと暗くしたら分かる。結露がすごいんだよなこれ。ここまで来てんの結露は、分かんねえか。であと4杯なんですよ、頑張ります。よいしょと。改めまして、いただきます。もうね、全然、なんだろう、冷たくないよね、きっと。冷たくはあるけど、到底氷には届かないね。ゴスタバのドリンクって、シャキシャキとした、この、ストローから入ってくる、フローズン感がすごい好きだと思うんですけども、これ一切ない。でも、さっぱりしてて、すごい飲みやすいです。うん、一杯飲みました。うん。やっぱ時間空くと飲めますね、すごい、すんなりと。でもね、確実にこれ分かるのはね、体に絶対悪い。ちょっとお腹いっぱいすぎんな。いやマジで本当にこれさ、思うことがあるんだけど、こう俺ね、こうちょっと体のためにもちょっと最近たるんできたから頑張ってジム行こうと思って、今日朝ジム行ってめちゃめちゃ汗流してこれを10杯飲むって、頭おかしいでしょ。もうおかしいよこれ。何、もうプラスだよね。だって頑張って汗かいてもこれプラスになってんだよ。でもいいの、これでみんながね、こう、あ、こういう感じなんだ、スタバ頑張ってんなと思ってくれたらいいの。こいつ今動いてたんだけどな。動いてる動いてる、ほら動いてる、わかる、動いてる動いてる、めっちゃ動いてる、めっちゃ動いてる。これわかるのかな、動画で。え、わかる、めっちゃ動いてる、怖っ。え、なんで動いてんの、ほらほら、めっちゃ動いてるよ、ほらほら、やば、めっちゃ動いてる、めっちゃ動いてる。なんで、怖っ、逃げようとしてんじゃんこいつ。恐ろしいわ、ジム行った後スタバ大飲みするくらい恐ろしいわ。
会員です。残りは2杯です。しかしこの2杯は遠い。いやー、きついね。もうね、甘いもの取りすぎてね、もうね、眠たくなってくるんだよね。もう今日も朝早いよ。朝早くからジム行って頑張って汗流してきた。何度も言います。何度も言いますけど、その後のこのスタバの大飲み、これ意味ない。でもいいの。ループ。取れていきます。はぁ、あ、さあ、あと2杯。1日経ってないですからね。実は使ってますけど、1日経ってませんからね。あーもうね、おしっこの色がね、もう真っ黄色なの。不安なのよ、それが。あー、この言葉を言うの忘れてたかもしれないね。美味しいよ。うん、ありがとう。楽しみにしてた、この新作。多分だけど、さっぱり派とこってり派の絶対数結構違ってると思って、こってり派の方が多いと思うんですよね。その需要に応えて、草場の新作もこってりなのが多いと思うんですけど、さっぱり派として俺はね、これを推奨します。うん、ダメです。ラスト、10杯目。たくまに2杯飲んでもらったものの、まず過去一飲んでる、これ。もう時間もないんでね、この後通話で北海道に行かなきゃいけないんで、北海道行く前に何としても飲むためにいただきます。やりきりました。スタバ新作10杯会員です。あー、飲み物でこんな気持ち悪くなるんだ。そしてこれは早く捨てないとアリが湧くので捨てます。